フォイ君から見て、このメンバーはこんな服が似合うとか、このメンバーはこんな服装が好きとかありますか？ちなみに私はフォイ君のパーカーサイズですけど、ああ、懐かしいね、この写真。そうだね。何回な。社長はね、俺はね、意外とね、清掃の社長が好きよ。こう、たまーに、たまーに、皆既日食ぐらいのね、頻度でね、ジャケットを着る時の社長があるんよ。あれは俺結構好きやね。いいわ。普段もほらゴミ袋みたいな格好ばっかしとけんさ、こううわーみたいな、ずっと同じ服ビローみたいな、ズボン下げすぎベローンみたいな、腰パンドーンみたいな、うわーみたいな格好ばっかしとけん、こうなんかたまにそういう人が見せる清掃をパッて見るとこっけーなってなるよね。俺はね、社長のジャケット姿好きです。あんで銀太はこれやっぱね、銀太はやっぱ俺ね、タンクトップ着とう銀太が好きやね。銀太っぽくない？タンクトップに短パンみたいなめっちゃ好き。脇はね、最近ね、優しいスープみたいな色の服を着とうことが多いよね。淡いオレンジとかベージュとか、なんか淡い緑とかパステルカラーの黄色とか、あれね結構好き。脇のあの優しい、体に優しいスープみたいな色の服着とうのは俺結構好きや。ねえ、丸はもうあんな原宿みたいな格好しとうときは可愛い。でも逆に俺が見てみたいのは、バッチバチに男みたいな格好しとう丸を見たい。てか俺が丸の服を選びに行きたい。あいつに革ジャンとか着せたい。多分かっこいいけん。それを見たい。だから全身黒で革ジャンとか着とう丸をちょっと見たくない。なんかね、ちょっと一回あいつの服を決めに行きたいですね。はい、6時やね。じゃあぼちぼち配信落とそうかな。お疲れ様でした。じゃあみんなお疲れね。バイバイ。